NGC3992 は、大熊座にある、ボーウーズ巻き銀河である。1781年にピエール・メシャによって発見された。シャルル・メシエは、M99 として、メシエカタログの走行に加えていたが、出版に位置の計算が間に合わず、初版には掲載されなかった。後に、M108 と共に、カタログに加えられた。ジョン・ハーシェルは、外観は、 星雲上でカスカ、K7X4、二つの星の間に囲まれていると記した。テンペルは最大径1.5、中心は輝く、ここに明るい三つの星があると記した。距離およそ5500万光年、実質等級はおよそ10等で、非常に淡い。そのため、小降系の望遠鏡では、シミのようにしか見えず、メシエ天体の中で、 最も観測の難度が高い天体と言われる。M109 の近辺には、とも銀河であるユグック 6923, ユグック6940、ユグック6969が存在する。1956年3月に、イヤタ超新星 SN1956A が観測されているが、M109 の発見以降観測された、超新星はこれのみである。 光景5センチメートルの望遠鏡で見るのは難しい。光景6センチメートルの低倍率で見たという記録がある。サゴは光景8センチメートルで実にかすか光景9 5センチメートルで大きな角が見え2 0センチメートルで丸く中心がよく輝くとした。マラスは光景1 0センチメートルの望遠鏡で見て小口径向けの天体だが中心部が見えるだけである。 西洋なしの形をしていて、何やらブツブツした模様が見えそうである。この星がありその周囲の光が丸く、外側まで及んでいるとしている。ありがとうございます。